国際数学オリンピック、国際数学オリンピック、国際数学オリンピック、IMO は、毎年行われる、高校生を対象とした数学の問題を解く、能力を競う、国際大会である。テストは2日間あり、出場者は、各1日4時間半で3問ずつに挑戦する。各問題は7点満点で採点され、満点は42点である。採点の結果、 上位には、金メダル、次のには、銀メダル、次のには、銅メダルが授与される。出題範囲は、国際バカロレアの基準による、高校2年生程度までで微積分、確率、統計、行列、ベクトル、複素平面、立体幾何、三角関数は2019年現在含まれていない。ただし、日本の高校の学習指導要領からは外された、平面幾何、関数等式、 組み合わせ数学に関わっている問題が半分以上出されるため勘違いしている日本人が今もなお多い。この質題範囲はホンダ今20歳以下の選手を対象として考案されているため国際バカロレア基準で大学入試を行わない地域によっては大学の一時で組み合わせ論や初等機科学が課せられることに起因している。近年は 複数の分野の融合問題が目立っており、選手の全員がほとんど誰もできない、長難門も出題される。1カ国あたり、最大6人の選手が参加できる。日本選手の成績が最も良かった2009年のブレーメンドイツ大会では、104カ国及び地域565人が参加した。日本から参加するには、日本数学オリンピックに参加し、 上位入賞する必要がある。倍率は約150倍である。日本チームの問題が採用されたことが公表されている回は第52回オランダ大会と第54回コロンビア大会のみである。急遽産県から始まり、西側諸国そして中近東へと参加が拡大してきたが、数回の参加で点数が振るわないために辞める国もある。 出場中に選手の脱北者が出たことで翌年の参加をやめた北朝鮮の世に政治的事情で出場中止に追い込まれる国や成績不振で参加を取りやめる国もあった。しかし北朝鮮はまた復帰しており全体として参加国は増加傾向である。日本は1990年の第31回北京大会より参加したが20位に終わった。 この回の日本勢の成績は、新聞やラジオでも報じられたが、初参加だったためか詳細については、触れられなかった。かつて社会主義国家だった頃は、ルーマニアやハンガリーなどのソ連の衛星国は、高い順位を誇っていたものの、それらの政権の崩壊と同時に教育への支援も、財政面から打ち切られ、現在の順位はそれほどではなくなった。その一方で、 中近東やアジアの熱意は目覚ましいものがあり、これらの国と順位が入れ替わっている。ルーマニアは1959年の第一回で総合一位であったほどの有数の競合国であったのに、2018年度は33位とワースト記録を更新した。国別チームは必ず上限が6名なので、7位だった。人間は参加できない。このため国籍を参加者の親が買い、 別の国籍で参加する例は、毎挙に暇がない。この7位レベルでも銀メダルだったということは、もはや当たり前になっている。フィールズ賞受賞者には、過去に数学オリンピックで上位入賞した者も,も多い。年齢制限に加減は存在しないので、高校生以下の学生も参加可能。デレン・スタオは最年少メダル獲得者である。チプリアン・マノレスクは、 三回出場し、三回全問満点を成し遂げた唯一の出場者である。国家によって採点基準は微妙に異なり、部分点の授与で討論になることが多い。中国は毎年のようにトップ3にいて全員金メダルという成績を過去に出し、金メダル数も世界一の強豪国であった。しかしながら、大学数学以後の現代数学の展開に、 中国人大学生はついていけていないことを指摘する中国人数学者もいる。2015年にアメリカが20年ぶりに中国に勝利した際は競争に批判的な中国の一部では歓迎する向きもあった。ただし2019年に首位は中国に奪還され後進国のインドネシアが日本に迫る勢いを示すなど競争は激化し続けている。そもそも 国際数学競技者としての強さと数学研究者としての強さは別の問題という見解もある。中学生以下対象国際数学競技会は各国持ち回りの大会。略称は INC。日本は2013年にチーム順位第1位に輝いた。台湾人がコンペティションと表記した会からの参加で日本数学オリンピックのサイトには それが採用されているが、コンテスト表記を用いる国もあり一定していない。1カ国複数チームの応募が可能。2016年現在日本は参加していないが、一定数の国家が参加中である。大学学部生対象、国際数学コンペティションが存在する。コンペティションでは、回答に用いる言語は英語である。アジア人の大学チームは、 言語の問題からほとんど参加していない。主に東ヨーロッパとロシアの参加が目立つ。人数制限は存在しないが、所属大学、指導教官の明示が必要。は、毎年中華人民共和国で開催されている女性限定の数学オリンピック。日本は2011年より参加していたが、鳥インフルエンザの問題などで2013年。 以降日本選手は派遣されていない。テストは2日間であり、各1日4時間で4問ずつに挑戦する。メダル配分のルールは同じ。は、ヨーロッパの各都市は持ち回りで行い、2012年から毎年行われている。日本は2014年より参加。日本の順位、獲得メダル数、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。